皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。治療シアターレリー記念研究所ということで、ここは目の前にいますね。今いた場所がもしかしたら出口の場所、出口からスタートで、ほう、誰かがカラスを飛ばしてる。さあさあさあ、ここでまだキラーの様子は伺えないというね。わ、待って、いるじゃん。トクントクンしてるよ。あ、近い。あ、待って、近いかな。いや、まだそこまで近くはない。フェンミンちゃんだ。フェンミンちゃんもね、うろうろしてるね。え、待って待って、近い。あ、大丈夫そう。行こう。待って、とりあえずね、離れたいっちゃ離れたい。そして発電機を回したい。そして今回こそね、脱出をしたいんですけど、やべ、これ下地下だ、危ねえ。いや、まずはね、ここの真ん中を回しちゃいたいんだけど、あっちで怪我してるから、ここ回そう。まあ一応ね、工具箱持ってきてるんですけれども、まあすぐにね、メーター見てなくなっちゃいそう。ってか、なくなった、危ねえ。本当にね、ほい、緊張しますわ。ほっ、頑張ってチェイスしてくれてる。この1台分ぐらいお願いしたいな、チェイスを。でもね、怪我してるからな。怪我してるの1列前。ってか、こっち来た。ほっ、あ、違う人が倒された。ほっ、危ねえ。まあ、あれ誰だろう。ほっ、ブイーンって言ってた。ヒルビリーかな。ほっ、いや、私ね、まだね、ヒルビリーから脱出できたっていうことが、はい、かけられた、はい、脱出したことがなくて。ほっ、みんなあそこ固まってるけど、発電機やばくない？いいね。グレイト結構さっきから出してるよ。ほら。やったね。はい。てか、早い。スキルチェックが早い。ほ、早いぞ。いいね。1個目回復しますか、あなた。回復しようか。はい。いいよ。どんどん回復。はい。では、行きましょう。次に行こう。多分ね、遠くにいるから、ちょっと走っても大丈夫なはずだけど、怖いね。あ、ついてきてくれてるわ。よし、ここやろう。で、ヒルビリー、バベチリっていうね、遠くから、40メートルかな、長くて。以上ね、離れてる人が見えるような、その敵のね、パークをつけてる可能性があるからさ、それもそれで怖いんだけど、吊るされてるの言ってくれてるね。いや、今回こそはマジで脱出したい。このね、デッドバイデイライトの動画、まだ2本ともね、脱出できてないんだよね。3度目のほっ、正直ということで、ほっ、そう、3度目の正直、脱出したいよね。カラスかわいいな。まあ、ここに角度調整しとけば両方見えるかな。まあ、右から来ることは少なそう。オッケー、次行きましょう。あ、おっと、おー、目の前から来ているが、あっちに行く。大丈夫、トーテム破壊しましょう。いや、まあ、なんだかんだね、信用してるから怖いっちゃ怖いけれども。まあ、遠くに行ってくれたね。よし。まず、一つ目のトーテムが、破壊。戻ってきてない?オッケー、じゃあ次行くか。よし、救出、いや、まあしょうがない、救出に向かおうかな、これはね、近いし行った方が良いんではないか。どこら辺に釣るかな。ああ、なるほどね、地下だわ。でもまあ、こんだけ近ければ、もしね、バベチリ持ってても見えてないんじゃないかな。近い。オッケー、あ、行った、オッケー。じゃあ下行こうか。地下どこら辺だ。どっから、さっき、あったさっきね、地下に落ちた。おう。よし、助けるよ。おいで、フェミンちゃん。よし、行こう。他のところでちょっと回復しよっか。反対側に行った方がいいかな。こっち上行こう。上はね、まだ見える。この辺だったら両方来るの見えるでしょ。ほい、
いやいや、チェイスしてるのか逃げてるのか。ほっ、いいねいいね。ほっ、あ、しよしよしよし、本日グレイトビ。じゃあ次のやつは発電機を探しに行きましょうかね。なんか今回めっちゃ走ってるけど、まあ、そこまで遭遇してないという。でもね、場所がわからん場所がわからんからね。ちょっと、あー、倒されたな。あった、ここでね、ちょっとやろっか。ここを直せばあと1台。あっちでね、セルフケアやってるな。ほっ、できればこっちに来てもらえればできるんだけど、先に直しちゃう方がね優先かなと思う。あー、釣られてるね。あっちやっぱ見えてるっぽいのかな。おっと、いやいや大丈夫だよ。ほっ、あの人地下降りてった今地下降りてってない？フェンミンちゃん戻っておいで。ほい、あぶねー、来てます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 。どこから来てるかわからないんだけど、ちょっと待って、どっちだどっちだ。来てるよね、後ろから来てるよね多分ね。来てるよね完全に来てるっぽいよねこれね。いたよね。あぶね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 、こっち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 、ちょっと待って、道がわからんマジで。逃げたい逃げたい、待って、あ、待って、また遭遇よくやるこれ、ほんとにちゃんと確認しないといけないんだけどさ。もがく、よし、もがきタイム。どこに釣る気、私を。あ、待って、すぐそこにフックあんじゃない多分。地下には行かないよね。あぶねー、痛いよこれは。まだね、脱出のチャンスはかけません。あ、あそこにいる人が多分助けてくれるかもしれない。まあ1回目のね釣り、全然まだ進行具合が少ないから。え、すごいね、ガシャ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 、すごいここ。お、来てくれた、モレルちゃんですか、あなたは。ありがとう、ありがとうございます。よし、じゃあちょっと離れたところでケアしたいんだけれども、さっきのさ、さっきの発電機の場所にも、あ、あっちにいる？危ない？あー、来てくれた、ありがとう。ほ、あれ？来てくれたよね、あー。モレルちゃん！お願い、私をケアしてくれ。まあ、自分でできるからいっか。ガッチでチェイス頑張ってんな。なんか、右に出てるさ、お水のマークと、あ、なんか骨が折れてる、骨折か。まあ、次回しに行きましょう。一旦ねちょっとバベチリがあると怖いから入ろうかなと思います。どこ行った？あー、あ、なくなってしまったかな。いや、生きてるか。ロッカーに入ってるから見えない感じか。ちょっとね、ロッカー入って5秒ぐらい経ったので出ます。ちょっとちっちゃくなりつつ進んでく。あっちでね、助けようとしてるし、今ね、右側で、ほら、ほらほらほら、発電機回そうとしてる。だー、ちょっとそっち手伝いたい。あ、着いたんかーい。じゃ、最後1台回したいなー。あれ、今、逃げてたよね。ちょっと助け行こう。どっちから行くのが早いかな。いいね、いいね。チェイス頑張れ。待ってて、これ入り口どこ？ちょっと待って、ここを乗り越えてから行こう。はいはいはい、セーフ。そしてちょっとこっち来てもらえれば治療します。こっちだよ。さっきのさ、角っこあたり、まあ、ここら辺でいいか。あ、見えてるかな、見えてない。いや、見えてたら怖いな。ちょっと治療しましょう。一人亡くなってしまったね。もうちょっとで治療、おい、終わるからね。えね、やっぱり今日なんかすごいグレイトが出る気がする。オッケー、ありがとうございます。またね、当治療院にお越しくださいませ。さあさあさあ、最後の1台回したいね。どこにあるかな。ち
ちょっとね、この人と、おお、ナイス。私ちょっとこっちの一番手前のね、ゲートのなんだっけ、ゲートのなんだっけドアを、ドアって言うっけ、開けたいと思います。いける、いけるかな。いや怖いよね、今回は多分1回しか釣られてない。あ誰も死から逃れられない。これはパークを壊さないれば、じゃパークじゃねえや。よし、あのね、あの3つ骸骨の頭が連なってるやつがあるんですけれども、それがトーテムっていうんですね。そのトーテムを壊してくれたか。これでノーワンがなくなります。そうなんですよ、誰も死から逃れられない、別名ノーワンというふうにね言われております。そう、ノーワンと誰も死から逃れられない、これ一緒だからね。ちょっと助けに行けます、この人。行けるかな、これどっから行くんだ。ちょっと待って、道がマジでわからん。ちょっと待って、マジで道がわからん。今度壁に囲まれてるとダメだな。あったた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 、今助ける。よいしょ、待って、来てるよ来てるよ来てる来てる。あー、今の人も助けに行きたいけどな。あ、待って、来てたよね今ね。どっちだ。いやだだ、来てる、こっちだ。逃げろ逃げろ。あ、待って、痛いよ痛いよ、めっちゃ血が、血がすごいことになってた今。あ、開いた開いた。あの人ね、ちょっとノー、これはやばい。あの人をね、やめてやめて、待って待って、上行きたい上行きたい。オッケーオッケー、逃げられないかな。うっ、怖い、空振りしとる。下行って、あの人をね、助けます。まずはちょっと待って、次のツー、地下に釣られるかな、大丈夫かな。いやいや待って、ここさっきも釣られた場所で2回目もね、同じ場所に釣られるという。いやこれな、脱出したかったけどな、きついかな。まあ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 、もがきタイム入ってますのでもがきますけれども、いや二人とも命がちょっとやばい感じかな、大丈夫かな。あ、モレルさん、あ、ケタ行ってる、ケタ行ってる、ケタ、うん、板蹴ってるこれさ、もがきタイムマジで指つらいんだよね。いやーきついかな今回。いやでも来てくれてるな。どうだろう、ギリギリでなくなるっていう落ちは。なんかくるくる回ってた、ウケるくるくる回ってるわ。あ、来てくれてありがとう。はい、じゃちょっとあの人を助けに行こう。今回はもうこの残った3人で脱出したい、脱出しよう。あ、ハッチがあるのね、ちょっと帰るわ。じゃあちょっとハッチから脱出するっていうので私もう出ます多分そういうことだと思うんだよね。ちょっとこれがあの基地と出るか京都出るかわからないけども、多分ハッチのとこにいたってことはそういうことかなってちょっと思います。あの 見殺しにしたわけじゃないからね別にね。はい、あの人がハッチで脱出できればもう万々歳なんですけれども、まあ、とりあえず来てる来てる来てる、逃げましょう。おーしよ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 し、一旦ね脱出できました。初めての脱出じゃん。あ、よかった、ハッチから脱出できたんだねよかったということで、今回初めての脱出することができました。またね次回脱出できるかわからないんですけれども、デッドバイデイライトを楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。